願いします。ドーナツとピーナッツでドーナツピーナッツです。はい、お願いします。最近ね、うん、若者でこうタトゥーを入れる人が増えてるらしいんですけど。あ、タトゥー入れてる人多いですね。そこで、うん、僕タトゥーショップなんか行ったことないんで、どういうとこかっていうのすごい興味あるんですよね。あ、俺ね、うん、友達がタトゥー入れに行くっつって、うん、ついて行ったことあるよ。マジで？あ、どんなとこやった？すごい店員さんが独特な雰囲気の人やった。じゃあ行ったことあるんやったらさ、うん、ちょっとタトゥーショップの感じちょっとやってみてくれ。あ、タトゥーショップの店員さんやります、うん、ちょっと行くわ。じゃあすいません。お兄さん、体に生き様ぶち込むの初めて？あ、はい。生き様、体にぶち込むの初めて？あ、タトゥー入れるってことですかね？そう。あ、初めてできました。じゃあ今から、はい、私が吐くタバコの煙吸って。タバコの煙？返して。いらっしゃいませ。すごい雰囲気や。洗脳されそう。なんか、え、店員さんなんですよね？そう、タトゥーショップのオーナーやらせてもらってます、はい、ムメもマミです。マギョ、名前がすっぽりマギョで収まっとる。料金の説明していい？あ、お願いします。タトゥー1個ぶち込むので、はい、大体5万円。やっぱ結構するんですね。一番安いのだと300円でライチのタトゥーぶち込める。いらないです。でかいホクロやん、ただの。何ぶち込む？いや、僕も決めてきてるのあるんですよ。何？あの、この首んとこにこうビリーブって入れたいです。コンビーフ？言ってない。耳に豆でも詰まってんすか？何？ビリーブです。ビリーブ？はい。いいけど、はい、ダイヤモンドハート準備できてる？ダイヤモンドハート？タトゥーを入れたい心の原石、覚悟のヤスリで磨いて磨いて胸の宝石箱ぶち込んでる？日本語なのに一つもわからん。なんて言うとん？そのタトゥーを一生背負っていく覚悟できてんのかって聞いてんの。そういうことですか？いや、もう覚悟できてるからここに来ました。じゃあ掘っていくね。お願いします。いい？はい。タトゥーっていうのは、はい、一生かけて輝いていくものなんだからね。はい。できた。ありがとうございます。お会計、はい、300円ね。ライチ入れました？ライチの値段ですよね。サービスでコンビーフ入れといたから。一生タートルネックしか着れん。またよいで。二度と来るからもういいわ。どうした？